ワクナガ製薬ハンドボール部は、広島県秋田方市を本拠地に活動する男子ハンドボールチーム。愛称はワクナガレオリック。日本ハンドボールリーグ所属。母体はワクナガ製薬。1969年に創部。2007年から愛称をレオリックに、由来はワクナガの製品であるレオピンとその原料、ガーリックから取った造語である。ユニフォームカラーは赤。 ホームは、秋高田方市にある、枠長満式年体育館。日本ハンドボールリーグには1976年の、発足以来一部に所属している古豪であり、日本代表にも多数の選手を輩出、全日本総合選手権では7連覇を含む優勝14回、日本ハンドボールリーグ8回、全日本実業団選手権16回、国民体育大会18回の優勝、4冠2度を記録した。 日本ハンドボールリーグの優勝は第22回を最後に遠ざかっている。1969年4月、ミュンヘンオリンピックでハンドボールが正式種目に復活した流れを受けて、ハンドボール選手だった後の2代目、社長、枠長義介の発案で、市原則幸、木の実のるら8名の部員で総部。当初の本拠地は大阪市で練習場探しにも苦労していた。また、 会社の社名も知られておらず、テレビ局が遊栄などとアナウンスしたため、急遽カタカナ表記で試合に臨んだ逸話が残る。年々、有望新人がチームに加わり競合チームに成長。1970年の全日本総合選手権で全国デビュー始発出場で決勝進出。決勝の相手は当時の王者、大崎電機だったが、延長の末に敗れた。 同年の岩手国体では、大道徳志校の主力で固めた前安一を下し初のタイトル獲得。1976年に本拠地を創業者、枠永満氏市の故郷、広島県の高田郡高田町へ移転。大阪では練習場探しに苦労したため、練習の便宜を考え専用コートを持つ、広島工場に移す会社の強化策の一つでもあった。2007年より、 チーム愛称をレオリックとした。同年9月30日のタイトヨタ合成戦で日本リーグ史上初のチーム通算1万得点を突破した。1万点目は山口治の得点だった。2009年、ときめき新潟国体で優勝。国体では7年ぶり、主要大会では2007年、全日本実業団選手権以来の優勝となった。 プレーオフは1992から93年シーズンから導入。1978年、高田町内3小学校である、公立小学校、小田小学校、小田東小学校を対象に選手を派遣し、ハンドボール教室を開始。1991年、高田中学校でハンドボール部が創部されたのを機に選手を派遣し、指導を開始。2000年、 向原高校でも指導を開始した。ありがとうございます。